はい、おはようっていうか、まあもうお昼ですね。今日はね10時ぐらいに来たんですけど、なんかいろいろとしてたらもうあっという間に午前中が終わりそうです。はい、で今ちょっと映ってるものはね、あのいぶきくん用にねちょっと準備したものがね届きました。送信機セットです。はい、でいちいちねちょっと出すのねあれなんでね、もう出しときました。はい、でねまだこれあのモード2できたんでね、モード1に切り替えて、まあ、こんな感じでねモード1に切り替えました。でそれだけなんでね、まず初期設定をしていこうかなと思います。今日はね案外暑くて今これ26度表示してますね。うん、さすがに今暑いんで、後ろにね、なんだろう、よいしょ、これタオル、あ、やべ、タオルっていうか、まあ、布をね、やってます。はい、今、デルタさんがゴボリンの、580かな、練習っていうか、調整ですね、確か。でとりあえずね、バッテリー充電しないといけないんで、ちょっと自分のね、これを使おうと思ったんですけど、これもね、100% じゃないんで、一応充電してます。こんな感じで。で、ちょっと足りないんで、ちょっといぶきくんのね、新しいやつもね、1本しかないんですけど、まあ、これもちょっと一応念のためにね、充電してます。今日はね、いぶきくんはちょっと、来れてないみたいなんで、どうだろう。まあいいや。はい。じゃあ行きましょうか。で今これ設定ね、どっちも見やすいかな、こっち見やすいんか。はい、まだ何にもいじってないんでちょっと確認します。リバースは、全部下ですね。デュアルレートちょっと中入ります。これはんデュアルレートどれか、これか。100、下が100で上が80ですね。これデフォルトですね。はい、2番。もう同じですよね。100の80。で、4番、ラダーですね。100の80ですね。一緒ですね。はい、じゃあ一応これはこのまましておきましょう。で、エキスポ。1番、マイナス30。これはもうデュアルレートしかないんでね、関係ないですね。で、マイナス30。うん、まあ一応初心者用な設定かな。まあ多少ですよね。うん。で、2も30ですね。マイナス30。で、4は0ですね。ラダーは0ですね。これアイドアップと関係あるのかな？マイナス30。あ、変わりませんね。はい。ノーマルとアイドアップ一緒です。はい。じゃあ次行きましょう。スロットルカーブ。ですね。まあ、ノーマルなんで1番、ちょっと中入る。1番が0ね。2番が50。2番が50。もうここで真ん中行ってるんだな。3番が60。5、6と来たら70ですね。はい。で、80。まあ、フルには使ってない感じですね。まあ、ホバリングとか遊覧飛行用に。まあ、この方がね、電池はね、長持ちするんで。いいかなと思います。はい、じゃあアイドアップ確認しましょう。スロットルカーブ、今5番100ですね。4番100、3番100、オール100ですね。うん、はい、まあ多分まだ使わないんでね、微調整は後でいいでしょう。うん、はい、じゃあ次行きます。はい、ピッチカーブ。1番が、このノーマルですね。40。40か。2番45。40、45。うん。50。結構寝てますね。50からの65。ん ?45 から50で65。ちょっと多めですね。65からの80。うん。多分、これ80が多分ピッチ10じゃないかなと思います。はい、アイドラップ。あ、下げてますね、70。で、4番が60、50、40、
30、斜めまっすぐの、まあピッチは少なめのまっすぐですね。あ、いいかもしれないな、これ。センターが50ですよね。うん。確かね、説明書、前、昔見たときはね、ピッチカーブ、センター、ノーマルでね、一緒だもん。やっぱ50なんだ。多分これノーマル、ピッチ、アイドアップでね、50ってことは、ピッチ0なんで、多分これノーマル、センターじゃ浮かないと思います。これ今ちょっとトリムが入ってるのかな、ちょっと、こちらにね、上がってますけど、ちょっと後で確認します。で、ジャイロ、中入ります。75。で、これ手前ですね。映ってるかな？これ手前にすると25ですね。これが、25がもう3軸ですね。上げると6軸。まあ、デフォルトで6軸ですね。これをね、変えたいときはね、サーボリバースでね、5チャン目かな、うん、それを入れ替えるとこれが 逆転しますんでね。はい、で次行きましょう。あ、次はないですね。はい、じゃあ次ちょっと別のモード入ります。2個同時押しですね。はい、これモデルセレクトですね。これで、まあ何機か、何機だろう、モデルセレクトを押して、3、4、5、6、7、8、9、0から9の10機、登録可能です。あとは受信機だけ増やせばね、いいんでね。はい、じゃあ次、モデルタイプはヘリコプターですね。まあ、プロポによってね、これね、変えるとね、全部がリセットされますんでね。このプロポちょっとわかんないんですけど。はい、次、スワッシュタイプ。こっちですね。今、90度スワッシュ乗ってます。120度もありますけどね。まあ、大体のヘリ、最近のね、三軸とかはね、ジャイロが勝手にしてくれるんでね、90度になってます。はい。これもいじる、さっきのね、いじるとね、すべてリセットされるんでね。サブトリムですね。ちょっと確認してみます。1番0、2番も0、4番0、5番0、6番0。はい。3番はね、スロットルなんでね。はい、関係ないです。じゃあ、次はもうこれモード、今1ですね。これが切り替えできるようになってますけどね。これをモード1の時にポチッとして、こう、モード2とかね、入れ替えができます。もうこれをモード1に切り替えましたんでね。はい。んで、これだけですね。はい、じゃあ戻します。はい、これで、電源入れた状態にね、戻ってます。ただこのトリムがね、入ってるんで、ちょっと気になるんで、このトリムですね。ん？関係ないね。なんだろう。これは、あれだな。センターズレですね、スティックの。センターズレが起きてますね。どうしましょう。こっちは80なんでね、100いかないのわかるんですけど、設定的にね、100。でもこっちはね、上が100で下が、ほら、マイナス、いけるか。マイナス、まあ、0が、0になってるけど、ニュートラルがずれて67入ってますね。なんだっけな、これなんかね、あったんだよね。これのね、スロットルじゃなくて、スティックキャリブレーションあるかな、これないな。ないときはちょっとね、試しに、バックを押したまま電源入れてみましょうか。変わりませんね。じゃあモード押しながら、特に落としないですね。プッシュ押しながら、関係ないですね。ほんじゃあとはもう両方押しながら CC っていうのはちょっとわかんないんだな。おっと、あ、モード2に変わったぞ。もしかしてリセットじゃなかろうね。まあ、モード2に変わったんでね、スロットがこっちになってるんで、それのブザーですね。
ちょっとモード1に戻したいんで、ちょっと モード1、うん、ここちょっとあれ悪いですね。これだとあの浮かした時に前進してしまう癖がある。うん、ちょっと調べてみます。なんかあったと思うんですけどね。トリムでもね、多分、ああトリムは使えないか。トリムしダメですね。はい、とりあえずどうしよう。これだとちょっと調整できないな。ねエレベーターが多分ずれてるんでね。じゃあとりあえずね、ちょっと自分のバッテリーつないでみます。多分ずれてる気がするんだよな。調べちゃけばよかったな最初にな。うん、入らない。ちょっとこれで古いバッテリーなんでちょっと膨らんでて入んない。とりあえず外付けして、はい、やっぱちょっとエレベーター入ってますね。これ見えますか。ちょっと白くした方がいいか。ちょっとね、斜め前に傾斜しています。うん、水平はこんな感じですね。こんな感じ、こんだけちょっとねずれてますね。はい、ちゅうことはね、ピッチもちょっと合わせにくいな。とりあえず、モーターカットを入れて、モーターカットこれだよね、確か。はい。で、アイドラップを入れての、そしてスティックセンター。で、ゼロピッチ確認します。まあまあ、まあまあ、ちょっとエレベーターいじってみるか。うん、これでエレベーターでね、ちょっとずれるんでね。普通は、このぐらいだから、うん、ゼロピッチ大方合ってると思います。どうでしょう。じゃあちょっとピッチ確認しましょうか。アイドラップ、ノーマルか。ノーマルの、フルスロットルピッチ。だいたいね、10度ぐらいあればいいと思うんでね、ちょっと、キャンセル。どうだろうな。これ10度以上入ってるね。はい。今ね、これ15度ぐらい入っ、ん ?25 だから半分のね、なんぼだ、今何、何て言った ?15 って言ったっけ、なんだ ?12.5 ぐらいか。まあこれもね、多分エレベーターが影響してるんでね、こっちか。多分影響してるんだろうな。これ今6軸入ってるからあれだな。こうね、余計増えるか。うん、多分これちょっと減らした方がいいかもしれないね。ちょっと再、マイナス、あ、マイナスはあんまし取れてないんだね。マイナスはこれ何度だろう。これ多分マイナス 2.5 ぐらいかな。今5度ぐらい、あ、5度じゃない、これ10度か。ってことはマイナス5度、マイナス5度ぐらい入ってるのかな。大方、いや違うか。マイナス4度ぐらいか。ちょっと分かりづらいです。微妙だな。いや、 やっぱしあれですね、マイナス5度ぐらいですね。はい、じゃあちょっとアイドラップのマイナスピッチは20度ぐらいあるんで、あ、20度ないか、20度ない、18度ぐらいか。ちゅうことはまあマイナス9度ぐらいですかね。でフルピッチの
アイドロップが、ああこっちは10度ぐらい入ってますね。今これ20度なってるんで、まあ半分のね、10度ほど入ってます。うん、まあ大体、初期設定はされてると思うんですけど、多分ノーマルだけね、多分センターで浮かないと思います。ゼロピッチなんで、はい、じゃあちょっと今アイドラップ解除しました。でスロットル再開の三軸ですね。はい、じゃあどうしようか、一回ちょっと抜きましょうか。一回ちょっとね、ホバリング確認してみたいと思います。どうしよう、もう一個充填してたやつだけど、これも膨らんでんね、結構、うん、もうこれ自分のね、買った機体についてたやつなんですけど、これ厳しいね、こんだけ膨らむとちょっと厳しいな。ここね、上ここポッチが2個あるんでね、これ切らないとちょっと厳しいかなと思います。まあ、純正のね分ならね全然問題ないんでしょうけどね。じゃあちょっと純正の分まだ充電中なんですけど、ちょっと確認しようかな。ちょっと飛ばさんとね調整できないんで。でもこれね、この分今ちょっと古いやつだと思うんですね。こちらではね確認できないんで、こちらのね、受信機の確認の方でボルトだけ確認します。はい、まあ 100% はないんでね、だいたい 100% は 4.2V なんで、どのくらいだろう、 80%、 90% ぐらいあるかな。はい、これ付属のバッテリーなんでね、まあ入るのは確実です。新品が入らなかったらね。はい、よし、じゃあちょっと頭にねカメラ移動します。カメラの角度を確認してね、あとカメラの向きもねちょっと動いてるんで、あと本当はネックストラップね、つけないとねあれなんですけど、とりあえずまあホバリング確認だけしますんで、よいしょ、じゃあ行きます。いいかな、ちょっとカメラの、向きをねちょっとイメージしながら、ホバリング、モタカット解除、配線つないでなかったねよくあるんですよね、配線つなぎ忘れっていうの。はい、はい、行きます。結構回るね、ちょっとエレベーターアップ引きながら、うん、なんか刺さってるね。刺さってねえか。わかんない。センターでゼロピッチやけんね。今これスティックセンターぐらいな。おっと、やっぱ前の方に行こうとするな。おお、でもね。ちょっと待てよ。エルロン右左合ってるよね。ん？エレベーターも合ってるか。アップ。ダウンがなんかあましいかないな。アップがね、異常にアップするけどね。これちょっと危険だな。ちょっとやめときましょう。またカットして。これなんか変だね。はい、ちょっとカメラ移動します。これちょっと傾けるとあれなんで、今三軸モードなんですけど、エレベーターが、どうしようかな、どうやって見せればいいかな。これでね、今ちょっと斜め前、相当向いてるんですけどね。で、エレベーターダウンだと、ね、まあ、確かにあんまり動かないでしょうね。で、アップがここからね、クッと、途中までほとんど効かないっていう感じでね、ここから、最後くっなんかこれを、うん、なんかおかしいですね。なんだろう、
うん、やっぱあのキャリブがちょっとしないといけないかもしれない。ちょっと調べてみます。はい、じゃあ一回ちょっと止めます。はい、ではちょっと調べたらね、上げてる方いたんでね、助かります。エレベーターの、トリム下げた状態で電源を上げる。特にん？最後まで見てないからね、これ関係ないもんね。あ、これでいいか。最後また下げないといけないんだよね。それで今、ゼロに戻ってますね。これ下、ゼロの上100。こちらもね、こちらも79という、まあ、数値があれなんでね。下ゼロですね。右100、左0。右100、左0。はい。これでいいでしょう。じゃちょっと、つないでみます。これで今、スワッシュは水平に戻りました。うん、いいね。じゃあちょっとエレベーター、いいね。うん、じわっと操作も、問題ないですね。アップも、問題ないですね。さっき引っかかった感じだったんで操作しにくかったけど、右左も問題なし。はい、じゃあこれでねちょっとできるかな。まあ、こういう時ね、ほんと YouTube あるとね、助かりますね、ほんと。これがなんか向こうの言葉がちょっと今耳に入って、ヘルニアっていう、ヘって言ってしまったけど。うん。自分もね、腰ね、どうだろう。だいぶ、まあ、だいぶ良くなったけど、やっぱし朝がね、朝一起きた時が大変かな。はい、じゃあ、ちょっと。飛ばしてみましょう。いいかな。俺もそのリアクションびっくりだわ。で、なんか一個も録画してますよね。いいですよね。今日風なくてね、本当練習日和なんですけどね、本当。はい、じゃあ行きまーす。はい、スティックセンター、ここセンターですね。そこから上に上げる。で、安定いいな。あ、これ6軸だ。6軸で、ちょっとスティックはね、2メモリ半。もう 75% ですね。やっぱし、センターじゃ浮かないんで。これだってね、これだとなぜ悪いかというとね、ピッチカーブ。まあ、これはね、結構なだらかでね、まっすぐみたいな感じにできてるんでね、あんまり影響はないんですけど、まあこれ実際この状態で飛ばすと変なスティックの癖がつくと思うんでね、変えます。はい、で回転数はちょっと高いんで、初心者にはねちょっと高いんでね、機敏に動くと思うんでちょっと変えますね。ピッチカーブをまずいじります。いじりますか。今大体4番でホバーリングしてるんで、まあ、4番がね、65になってますんで、3番を65に上げてあげる。はい、そしたら4番をどうしようかな。2番が45だろ。で 5% しか上がってなかったんで、65なら70にしましょう。70で5番はいいや。うん、80ね。して、逆に、65だから、2番を60に持っていきます。はい。これで一応は、いい感じになると思うんですけど、まあ、回転がね、はい、ちょっと、早め浮いたね。気持ち早め浮きました。どのくらいだろう。一目盛りしたかな。うん、今日は本当風がないから、いいね。ほんじゃあちょっと待てよ。2番よりも上なんですよね。ピッチカーブ。じゃあ、微妙だね。でもこれ、62、1、
じゃあ2が56 61 61 61 66でいきますか。あー、やっぱちょっと 上で打てんな。半目盛り微妙だな。じゃあ2からいきますね。2目盛りだけ66 58で、ここが61が63、4番66が68。はい、どうだ、センターで若干上がっていくか。まあこれは今度はね、今回転数ちょっと高めなんで、だいたいこれぐらいにして、スロットルカーブいじりましょうか。3番が60なんで、56ってどのくらいだろうな。4ポイント下げてみます。はい、66 562番、66 56、そっきたら46か。はい、オーバーリングさせてセンター、お、いいかな。はい、いいですね、大体。気持ちいい。微妙だな、ほぼいいんだけどね、ちょっとねプラスで浮いてんだよね。回転数はいいんだよな。ということでピッチカーブいじります。2番58を59、1ポイントずつ上げていきます。63、64、68を69、はい、はい、ホバーリングさせてセンターですね。ちょっと上がってるけど、まあ止まりそうな感じの上がり方、いいかな、こんなもんでいいかな。はい、いいですね。今ずっと止まってますね。風がないと本当楽です。はい、じゃあちょっとアイドアップ入れてみます。おお、プラスマイナス、プラスはそう、10度ぐらいだったよね。マイナスが9度ぐらいだと思いますけど、回転数はね、スロットで 100% になったんでね、まあこれで多分できる、背面できると思う。あ、できない、6軸だった。はい、3軸に切り替えます。フリップだけならね、もう落とすことはないんでね、本当。はい、こんな感じでね、いいと思います。流れる方向にね、エルロン打って、要はその流れる方向にエルロン打った方がいいかな。さあ止まりますんでね、左右。あとは前後だけね、気をつければいいんでね。ただちょっと気になるのが、これトラッキングずってるな。トラッキングが2ミリぐらいずってるんでね、ちょっとあれだな、負荷が大きいね。はい、ノーマルにします。あ、ノーマル、ノーマル、まあ、これ三軸ノーマルですね。三軸ノーマルでも、特に三軸になっただけでね、いいと思います。やっぱ新品飛ばしやすいな。あのテールもね、変な癖なくてね。いいと思います。ただちょっとトラッキングが気になるな。ちょっとトラッキング、これ調整がね効かないんでね、その辺がちょっと気になるな。はい、モーターカットします。まあ、ちょっと背面した時にデュアルレートを、ノーマルのまましてましたね。まあ、ゆっくりでもねできるんでね。はい、あ、やばい、温度計が 38.9 度。
今ここから見るとちょっと壊れたんかなと、焼けたんかなって思ったんですけど、ん、なんだろう、向こう今車が止まってるな、遠いとこで。どうしようかな。とりあえず、バッテリーを外します。はい。トラッキングですよね。ちょっとまあ、こちらのね、設定はまあ、大方いいと思いますんでね。はい。まあ、3D するときはね、デュアルレートをね、切り替えて、100にした方がいいかなと思います。トラッキングね、これね、調整がね、ここ、もうできないんですよね、基本的にトラッキング調整。どうしようかね。もう、やることはまあ一つしかないんですけど、ちょっと待ってください。今ワイヤレスなんで離れてもいいんですけど、ちょっと六角レンチを用意してもらってね、これは 1.5 かな、だいたい 1.5 が多いんでね、まあ大きい機体にもあるんですけど、ローターをね、まあよく大会出る方はね知ってると思いますけどね、ローターをね右左ね入れ替えるだけでね、トラッキングずれるんで、まあそれがこの小型機でも通用するのであれば、まあやることはそれしかないんでね。はい。なので大型機に、まあそのローターをね外す方はね、逆につけるとトラッキングがずれてるっていうのを、まあもうそこまでのねレベルの方だったらもう当たり前って分かりますけど、やっぱ初めての方はねその辺ちょっと分かんないんでね、外れないな、結構刺さってるね、もう結構抜けそうな、抜けた、これで治ってくれれば一番いいんだけどな。でも元がねこれ調整できない機体なんでね、まああと考えられるのはローターバランスですよね。ローターバランスが狂ってて、まあこの重心位置がずれてるとか、あとはまあ本当バランスがずれてるとか、あとはねそのローターを締めすぎるとかね、ですかね。ちょっと緩めにしておきましょうか。屋根にカールパン食べると取られる。電話ですね。よく電話かかりますね。じゃあ一回止めます。はい。じゃあ続きます。まあ、ドライブレコーダーがね、の話なんですけどね。また電話？はい。ちょっとね、電話の、リダイヤルかなんか押したんでしょう。まあ、今、ドライブレコーダーがね、電池がね、ないですよってね、警告出たらしいんですけどね、まあ、内蔵バッテリーがね、弱まっていくとね、もう、要は、駐車監視とか、機能が使えなくなるんでね、まあ、あと、エンジン切った時にね、普通ならね、カウントダウンしながらね、メモリー、保存するんですけど、それがね、バクッとね、切られるんでね、メモリーの方にも保存されないしね、まあ、メモリーも傷んでしまう。要は、ですよね。そんな感じですよね。まあ、パソコンからメモリーをいきなり引き抜くような感じみたいな感じになるんでね。なので、自分もね、今そんな感じになってて、まあ、メモリー1個、なんか、もう認識せんくなったんで、メモリー入れ替えたんですけどね。まあ、本元が全然解消されてなくてね、電源がすぐ切れるんでね、早めにね、中のバッテリーをね、入れ替えるかっていうかね、まあ、普通は入れ替えできないんですけど、まあ、いじるのをね、できる方はね、中身を、電池をね、入れ替えて、すれば、まあ、使えるっちゃ使えるんですけどね。ちょっと、感情し、どうだろう。3.8V。なので、だいたい、あと 50% ですね。はい。
じゃあちょっとあのもう一回ね、飛ばしてみましょう。あのトラッキングの方だけねちょっと気になるんでね、まあローターを、左右ね入れ替えましたんでね、多分これ多分初心者の方とかはこの辺もね経験がねないんで、あそういうことあるんだっていう思うと思いますけど、まあねもうあの長年してるとねそれがもう当たり前になってね、あんま気にならないっていうか気にしないんですけど、はい、じゃあやってみます。いいかな、モータカット解除これで直るといいな。あ、直った。あ、いいですね。さっき2ミリぐらいずれてたんですけど、ずれがなくなってますね。はい、よかったよかった。はい、じゃあちょっと6軸に戻して、でこれ6軸もねあの最初ね調整、まあメーカーでね調整されてると思うんですけどね、まあできればの風のない時にね、調整した方がいいと思います。まあ今右から風が来てるんでねどうしても流されるんですけどね、まあフルにエールの右こんな感じですね、左でこんな感じでなっています。ちょっとこれじゃあ同時に取れない、高度が高すぎると。前もねあのスティックキャリブねやったんですけどね本当記憶力がないんでね、でこんな感じになってます。おっと急にねスロットル止めたりするとね機体がくるっと回ってしまうんでね、それだけはやめた方がいいです。もうこう高くね高度が上がってる時にね下ろす時、その時でもね慌てずにねまあ、センターから少しね下げるとかね、すればいいと思います。じゃあね、あの下ろしたらモーターカットを忘れずに、スロットルがねひょこっと上がったりするとね危ないんで、ということで、いぶきくんの、お乳の機体です、調整が大方終わりました。まあ、あとはね、実際に飛ばしてもらって、デュアルレートとかエキスポはね微調整、まあね、本人の微調整になるんですけどね、その辺を、まあまだすぐにとは思わないんでね、多分本人もねすぐにやっぱし落としたくはないんで、ね、飛ばすとやっぱし落とす、危険性もリスクもねあるんでね、まあとにかく折るかと、まあ自分のね私の K110S で、まあ、練習頑張ってもらってしてね、もうこれで大丈夫だろうっていう時にねこちらの方でね、練習するかな、これでなちょっと分かんないね、うん、本人はちょっと大事にしたいらしいんでね、はい、ということで、以上、箱出し調整でした。まあ今回はねスティックのねキャリブレーションもね同時に取れたんで、まあいいかなと思います。はい、以上です。